天才低金化の死。一。見上げるような大きい四角なビルジングに挟まれたアスファルトのコツコツした道。その上を忙しそうに歩き回る靴の音、下駄の音。電車のけたたましい失踪。自動車の爆音と警的 その雑然とした騒音の夕闇の街にも、香りの高い春の木が狂った妖精のように隅々まで跳ね回っていた。私は身長の合気に、わざと古い街灯を細身のステッキを握った右の腕にふわりとかけて、心も足も軽々と電車の線路を横切って、B ビルジングに入ると、磨きたての靴を、 キュッキュッと鳴らしながら3階に登った。橋本聡司探偵事務所と書かれているドアの一つとなり、プライベートと書いてあるドアをノックしてそっと開けてみると、橋本は大きな安楽椅子にかけて書物らしいものを読んでいたが、私の姿を見てパタリと閉じて椅子にかけたまま。いやあ、 と言って、広い額に濃い眉の視力深そうな顔を私の方へ向けた。珍しく退屈そうだね。私はそう言いながら中に入った。防虫感ありさ。そう退屈でもないのだ。まあかけたまえ。高齢術だって私は彼の伏せた本の表紙を読みながら。 妙なものを読んでるね。<laughs> ところがね、そいつがちょっとした事件に関係があるのさ。これを読んでみたまえ。橋本は一葉の新聞を差し出した。それには次のようなことが書いてあった。天才低金家、荻木野奈美也氏は、約一年の欧米満遊を終えて、本日正午入校の バツバツ丸で無事記帳した。死は多数の出迎え人に守られて大ホテルに入ったが一両日休養の上上,上京するとなお当日出迎え人のうちに千年市と仲たがえをして犬猿の間と言われていた日本帝近会の重鎮谷川渡氏が混じっていて 微笑をたたえて死と固い握手をしたのは人目を引いた。神戸電話。これなら僕は今朝読んだよ。私は彼の思考がちょっと飲み込めないので眉を寄せながら彼の顔を見た。今日は何日だね。彼は突然聞いた。4月の16日さ。 私は答えた。あさっては四月十八日。橋本の時々子供みたいなことを聞く癖を知っているので私は素直に返事した。そこが問題なのさ。そこが私はあぜんとして彼の真面目な顔を見た。君は谷川が どうしてあの天才低金家と言われる若い鬼のナミヤと喧嘩するようになったか知らないだろうね。当時新聞で読んだのはなんだかつまらない感情の衝突らしかったが深いことは知らない。しかし少なくともこの日本低金会の重鎮と言われる谷川渡氏は同時に高齢術の著者だということは知っているだろうね。 知らないね。私はそんなことには一向興味がないのでつまらなそうに答えた。困るね、それを知らなくっちゃ。橋本はちょっと言葉を切って。じゃあね、とにかく谷川という男は芸術的良心に富んだ。しかしよく芸術家にあるように偏屈で、モノマニア的なところがある。 ことに高齢術にはひどく熱心で、時々真面目に予言めいたことなどをする五十近い醜い子男という予備知識を持ちたまえ。そこで去年の、橋本がやや得意になって話しかけるところへ、隣室の事務所の方から助手がひょっこり名刺を持って入ってきたので、彼は腰を折られて頬を滑稽に晴らしながら、 ひょいと助手を見て。なんだいと、顎をしゃくるようにしていった。この方が、ぜひお目にかかりたいと言われるのです。助手は、陰陰に答えた。名刺には、竹山金吾と、陰気で美麗な字が書いてあった。ここへお通ししろ。彼は名刺を、 ポンと机の上へ放り出して、無造作に助手に命じたが、次の瞬間には彼の顔面筋肉はさっと緊張して、新しい依頼者の足音も聞き逃さないかのように、脳神経の準備を整えたのだった。入ってきたのは長い髪を美霊に分けて、短い顎ひげをもじゃもじゃと生やして、鉄縁メガネをかけた 背の高い、ちょっと宣教師といった風の中年の紳士だった。いらっしゃい。私が橋本です。これは友人の岡田くん。決して心配なさるに及ばない方です。さあどうぞ。紳士はしばらくもじもじしていたが。実は私は昨日バツバツ丸で神戸に着きました。 天才低金家とか言われております、鬼のミヤのことにつきまして、お願いに参ったのでございます。はあ。橋本は平然と答えた。私は内心で、たった今話をしていたばかりなので、あまりの暗号に驚いたのだったが。新聞で多分ご承知でございましょうが、やはり低金家である谷川さんが、 わざわざ神戸までお出迎えになっているのです。依頼人は話を続けた。そうそう、そんなことが新聞に書いてありました。ところが、ご承知の通り、小野と谷川さんとは、千年妙なことから、不和になっているのです。そんな噂があったようでしたね。いや、噂ではないのです。 事実なのです。紳士は調子を強めていったが、やがてさっと橋本を見つめるようにして、あなたは二人の不和の原因をご存知でしょうか詳しいことは存じません。ほんの些細な感情の行き違いからだと思っておりましたが、私はちょっとくすぐったいような気がして橋本を見たが、 彼は平気だった。いや、断じて些細なことではないのです。紳士は少し興奮したように。谷川さんはご承知でもありましょうが、偏屈な一徹な人です。彼は一昨年、あの天才低金家の小木野が突如として出現したときに、確かに嫉妬を感じたのです。小木野は若くて美しい。 用々たる善とを持っている。それに反して谷川はすでに老いて、それに彼は体が小さく、不釣り合いに大きい顔は猿のように醜い。しかし彼の芸術は今まで一歩他に抜きんでて交際を放っていたのですが、彼のその位置は明日にもこの一青年に譲らねばならぬかもしれぬ。彼たる者、 嫉妬を感じざるを得ないのです。しかし私は彼の嫉妬を責めようとはしません。彼の嫉妬はおよそ芸術家の誰でもが抱くその程度の嫉妬だったのです。彼が単なる嫉妬から万座の中で鬼のを恥ずかしめてついに絶好するようになったとは思いません。ごもっとも。 橋本は軽く受け流した。では、2人の不安になった原因はああ、私は、ちょうど1年前のバ××ツバツクラブの会合のあり様を申し述べねばなりません。バ××ツバツクラブはご承知のごとく、一流の文史、画家、音楽家などを網羅した有名なクラブで、本部は丸の内の E ビルジングの最上階にあります。 昨年の4月18日でした。3日後に東欧の都に着く若い音楽家、小木野ナミ也のために、クラブのうちでも特に親しくしている十数名の人が寄り合って名残の宴を開いたのです。宴会は盛大に無事に終わりました。人々は真っ黒なタキシードの胸から雪のように白いシャツを覗かせて、 ほんのりと蒸気した顔に機嫌の良い笑いをたたえながら、談話室に入って若い音楽家を中に周りを取り巻いてよもやまの話にさざめいておりました。そのうちに話題がふと心霊のことに及びました。一座の中には谷川さんがいましたから、彼はたちまち熱心に高齢術の話を話し出しました。 谷川さんは純真な一徹な人です。それに、この高齢術、すなわち死者との間に交通ができるということは、ほとんど強敵に信じていることなのですから。万座の人たちの中には、心に軽蔑している人も、また全然信じていない人もありましたでしょうが、上辺ではみんな傾聴したのです。ただ一人彼。 荻野のは初めて聞くことではあり、その上年が若いものですから、露骨に反対をし、やゆさえもしたのです。中には随分ハラハラした人がありましたが、その時は何事もなかったのでした。やがて谷川さんは予言の可能を熱心に説いたのです。彼の説くところによると、 人の死期の予言ができるというのです。何死期の予言ですってははははは。小 <laughs> 野は無遠慮に交渉しました。神を恐れなさい。谷川は唇を噛みながらきっと言ったのです。では、私がいつ死ぬか予言できますか小野はなお、 やゆ的な態度を改めないで言いました。無論。谷川は喧かに答えました。じゃあ言ってください。小木野は傘にかかって言いました。き、君は。この時の谷川の目は血走っていました。一年後の今日、今日死ぬのだ。彼の こう言い放った時は、かなりものすごかったので、中にはぞっとした人があったくらいですが、運命を恐れない決起の若者には、何の通用も与えなかったのです。何ですって私が一年で死ぬはっははは。<laughs> 来年の今日にですってはっははは。<laughs> 彼の無遠慮の交渉には、一座の中でも反感を起こした人がありました。 当の谷川さんを月光させたのは当然とも言えましょう。この時の谷川さんの心の内には、前々からの芸術上の嫉妬心が混じっていましたでしょうか。あるいは混じっていたかもしれません。しかし、彼のような一徹な人は、あることに熱中すると、ほとんど強敵になるのが常です。その強敵信仰をしている、 高齢術や予言について、くまで冒涜されたのですから、あの時あのように激怒したのは、芸術上のことなどは、ほんの少しで、多分は事故の信仰に対する罵のためだったのでしょう。とにかく、小木野が大声を上げて笑った時に、谷川さんはぬっと立ち上がって、怒りでブルブル手足を震わしながら、あらゆる呪いの言葉で、 荻野の不尊と凶慢と不信仰等を罵ったのです。荻野の不尊と凶慢ということについては、一座のうちでも谷川の言葉を思向した人がありました。さすがに尊敬すべき先輩ですから、荻野も手を出すことはできませんでした。真っ青な顔をしてブルブル身を震わしていたのでした。こんなことで、 二人はすっかり不安になってしまったのです。紳士はほっと息をついた。なるほど、そういうわけだったのですか。橋本はしみじみと言った。ところで、私の心配は、今度の谷川さんがわざわざ神戸まで荻野を出迎えたということなのです。新聞では、 笑って握手までしたとありますが、谷川さんのような性質の人が、あれほどの事件をすっかり忘れてしまうことができるでしょうか。彼は、高齢術や予言術は、その後ますます研究して、著書さえも出しています。それに彼は、一年前に彼の言説をああまでに冒涜して、彼を激怒させた人を、そうケロリと許してしまうことができるでしょうか。 私は心配でならないのです。谷川さんの予言、すなわち、小木野の死ぬべき日の4月18日はあさってに迫っているのです。私は心配でなりません。谷川さんは何か困難があって神戸まで行かれたのではないでしょうか。谷川さんのような強敵な性質の人は、どんなことをするかわからぬと思うのです。橋本さん。 どうぞご援助ください。あさってが過ぎるまで、どうぞ荻野の体を守ってやってください。紳士は愛願するように橋本の顔を仰ぎ見た。よくわかりました。橋本はじっと考えていたが。ところで、あなたは荻野さんとどういうご関係の方なのですか 私は、私はあの、実はあの、紳士は老狽しながら。おぎのの友人なのです。それで何ですかあなたのお考えはおぎのさんも知っているのですかい,いえ、彼は何にも知らないのです。私の一存で心配のあまりあなたにお願いするのです。で、私はどうすればいいのですか どうかすぐに神戸へおいでなすって、十八日が終わるまで彼のそばを去らないようにしていただきたいのです。今晩出かけるとすると、途中で生き違いになりはしませんか橋本はきっと相手の顔を見たい。いえ、彼は明晩立つことになっていますから大丈夫です。そうですか。 ところで、もし私が何か突発的の用事で今晩行けないような場合にはどうしたらいいでしょう何事をおいても行っていただきたいと存じますが、彼はきっぱりと言った。しかし、要するに、老いのさんさえ無事であればいいのでしょうそれはそうですが、あちらには、 今ちょうど私の部下で信頼のできる男が言っていますし。まあ私が引き受けたからにはご安心ください。そりゃもうお言葉までもありません。十分安心しているのでございます。では何分よろしくお願いいたします。紳士は丁寧に礼をして帰っていった。驚いたね。 依頼人が階段を降りかけたろうと思う頃合いを図って、私は橋本に行った。うん、ちょっと驚いたね。偶然すぎたね。ちょうど君に話そうと思って始めたところへやってきて、そっくり僕のしようとする話をしていったんだからね。君の話というのは今聞いたあれだったのか。私はびっくりした。 そうなのだ。ふーん。じゃあ君はすぐ神戸へ立つんだね。ところがそうじゃない。なぜなぜってね、君。すべて探偵というものは依頼人が正直で何もかも隠さず打ち明けてくれなくては始められないのだ。というと、今の依頼人は今の話はね、 当時、居合わしていた人々だけしか知らないのだ。居合わしていた人は、みんな紳士だから、かなり信頼ができる。まあ、容易に他人には話さないと思うのだ。ところが、あの席には、竹山金吾なんて人はいなかったはずだ。というと、君はいたことになるね。ああ、いたのだよ。彼は平然として言った。 バツバツクラブには芸術家だけじゃない。芸術愛好家もいるのだよ。もっとも僕は必要があって、変名で変装していたがね。ところで、今来た依頼人だが、君には何か覚えがないかい覚えなんかないね。全く知らない人だね。そうかいじゃあね、今の紳士が髭を剃って。 メガネを外した場合を想像してみたまえ。それからあの声だ。あの声に何か特徴のある聞き覚えはないかいあ、そうだ。私は彼にそう言われてようやく気がついた。彼は、ええ、劇団の。花形俳優、赤木彦作さ。うん、そうだ。 そうに違いない。彼は何の必要があって変装なんかしてきたんだろう。私は今まで気がつかなかった迂闊を恥じた。それがよくわからないのだ。橋本は苦笑いしながら。人を食ってるよ。僕のところへ変装してくるなどはいかに役者でもね。しかし、陰気で書いた名刺はつたないよ。 僕なら誰のでも構わない活版のやつを持ってくるよ。どうもキャスは僕を馬鹿にしているよ。そんなことはないだろう実はね、僕も小木野と谷川の衝突した場面には居わしていたからよく知ってるのだが、まああの時は小木野が悪い。もっとも悪気のない無邪気から来たのだが。 それが生意気とも取れる。とにかくすっかり谷川を怒らしてしまった。谷川のあの時の剣幕では一年後の今日実際容疑のを生かしておかないかもしれないのだ。谷川は前に言った通り一種のモノマニアだし、自分の信じている予言が実現されないとなると、どんな手段を取らないとも限らない。 僕はそう思って、荻野の上陸した日から部下を一人見越させてあるのだ。ところが彼からこういう電報が来ているのだ。橋本は私に一通の電報を見せた。私はいつもながらの彼の用意の周到なのに感心しながら、電報を開いてみると、荻野氏、谷川氏と共に、 明日朝、特急にて立つ。とあった。いいかね。明日、特急で立つのだよ。橋本は教えるように言った。ところがさっき赤木は、彼らは明日の晩立つのだから。今晩僕がこっちを立てば間に合うと言ったろう。特急で立つんじゃ。僕が明日朝着いた自分にゃ。 彼らはもう神戸にいやしない。だから考え方によると、僕を東京から離して土地を踏ませようという策略とも取れるのだ。なるほど。私は感心した。それに変装してきたりしてね。僕はどうも東京が離れられないような気がする。幸い神戸に部下もいるしするからね。 なるほどね。しかし、一体君を神戸へ追いやってどうしようというのだろう。わからないね。橋本はすげなく言った。ことによったら僕を出しにして宣伝でもやるのかもしれない。奴らはそんなことには抜け目がないから。宣伝ってまあいいさ。わかるときにわかるよ。 時に君は今晩は何しに来たのだい定劇の切符があるのでね、君を誘いに来たのさ。私はとてもダメだろうと思いながら言った。そうかい。それはありがとう。じゃあ、すぐ行こう。意外にも彼はすぐ外出の用意をした。そうして劇場では、 彼はまるで事件のことなどは念頭にないように、一生懸命に演技に見惚れているのだった。二。翌日勤めを果たした私は、夕食もそこそこに橋本の事務所を訪ねた。暖かい快い日だった。橋本はいつになく老狽していた。 しまったよ、君。ことによると悪いことが起こるかもしれんよ。私の顔を見るとすぐにそう言って彼は二通の電報を私に示した。一通には、今朝出発せず、変更せし者のごとし。一通には、午後七時初の汽車に乗り込むならん。とあった。 はじめのがもう少し早く来るとね、僕は途中まででも出迎えに出たのだが、それがついた自分にはもうダメなのだ。どうしてこれがそんなに大事件なのだい私は腑に落ちないので聞いた。今日の午後七時に彼らが乗るとすると、汽車中で名古屋伊藤だがね、四月十八日が来るのだ。 僕は彼らが18日には東京にいるものと思っていたから、ここにじっとしていたのだが、どうも出発の時間が赤木の言う通りになったので、彼の話には何かよりどころがあるのじゃないかと思うのだ。そうすると僕の神戸へ行かなかったということがいけないことになる。どうも心配だ。それに赤木の行方がどうもわからないのだ。 しかし、神戸の方は、君の部下とかがついているのだろううん。尾行するように電報を打ったがね。しかし、彼はまだ若いんでね。その夜の橋本の反問は、私の知っている範囲では、他の事件の時に、決して見られないものだった。彼は部屋の中を足音荒く、 あちこちと歩き回りながら部下から来る電報を待ちかねていた。午後9時今二人とも出発せり午7時という第一の電報が来た。10時半に京都発無事。12時に大垣発無事と第二、第三の電報が来た。 十二時過ぎると、橋本は極度に緊張してきた。一時半、名古屋初、無事。午十二時。という電報が来た。ついで二時半、豊橋初、無事。三時半、浜松初、無事。という電報が来た。が、それから四時、五時、六時と、 ついに夜の明ける時が来たけれども、ぱったりと電報が来なくなったのである。橋本の焦燥は、傍らで見ていても気の毒なくらいだった。東京駅だ、東京駅へ行こう。イライラした橋本はこう叫んだ。東京駅島は思いがけない雑踏だった。ああ。 諸君は未だ記憶しておられるだろう。我が国鉄道始まって以来の大陳時と言われた東海道線の一二等急行列車が静岡駅付近で脱線転覆した事件を。この列車こそ我々の待ち焦がれていた小野と谷川との乗り込んでいた列車だったのだ。私たちは 第一番に救援のために仕立てられた臨時列車に飛び乗った。汽車は暗雲に包まれた人々を乗せて疾風のように走った。ふと見ると進撃俳優の赤木が今日はもう変装などしないで不安に耐えないという顔つきで同じ箱に乗っているのが目についた。橋本はもう猶予しなかった。 赤木さん、飛んだことでしたね。ずかずかと彼の傍らへ寄って橋本は言った。もううるさいことは抜きにしましょう。どういうわけであなたは私のところへ変装などしてきたのですか赤木は一瞬間、ドキリとしたようだったが、すぐに平成になって。ああ、橋本さんでしたか。あいすみませんでした。 まあ、お聞きください。そう言いながら彼は辺りを見回した。周囲の人は誰も彼の話に耳を傾けているような人はなかった。いずれも身内である列車に乗っていた人々の安否を気遣って、興奮しながら遭難に関することばかり話し合っていた。私はそっと赤木のそばに寄った。 彼は低い声で語り出した。実は私は谷川さんと荻野とをどうかして仲直りがさせたいと、荻野の貴重を気として両者の間をあっせんしたのです。と言っても主として谷川さんをなだめるのに骨を折ったのですが、幸いに谷川さんが入れてくだすって、今度はわざわざ、 神戸まで出迎えに出てくだすったのです。ところが世間ではこれを素直に受け入れていないのです。谷川さんに何か企みでもあるように思っているものが多いのです。私はそれが残念でならないので世間の逆に出てうまくいけば大いに二人の宣伝になるように計画を立てたのです。世間では二人は当然 喧嘩するものと思っている。それが喧嘩をしないから、いろいろ憶測してつまらない噂を立てるのだ。そこで思い切って二人に喧嘩をさせる。やはりやったな、と世人に満足させておいて、あははと笑う。二人はこういう風うに仲がいいんだぞと見せつける。世人はあっと意外に思うと同時に、やんやと来る。 二人の人気も上がろうというものです。ところで、ただの喧嘩では面白くない。幸い谷川さんが4月18日に、老いのが死ぬという予言をしていることは、一部の人が知っています。それを利用して、記者中で谷川さんが怪しい行動をして、おいのに薬を飲ませる。老いのは毒薬に当たったと見せて倒れる。 大騒ぎになる。いい加減のところで、小木野にあははと笑わせる。それを橋本さん、あなたに承認になっていただきたかったのです。それで、あなたにお願いするのに、私は顔を知られていて、まずいと思いまして変装をして、あなたに記者を尾行していただくようにお頼みしたのです。記者の時間も、 18日にかからないと面白くないので、初めに特急と決めてあったのを7時の記者に改めたのですが、そのためにこんな3時の犠牲になろうとは思いませんでした。語り終わった赤城の目には涙が光っていた。転覆の現場は攻撃の済んだ戦場のようだった。 車輪を上向きにした客車は巨大な醜い芋虫の死体のように何台も転がっていた。レールは変にひん曲がって木材やガラスの破片が飛び散ってところどころにどす黒い血だまりがあったりした。顔を背けずにはいられない無残な有様だった。遺族の人々や後片付けの妊婦などが 右往左往に歩き回っていた。無事な者や微笑者はそれぞれ目的地に送り届けて、重軽傷者は付近の民家やテント張りの野戦病院みたいな描写に収容してあった。死者はやはりテント張りの一社に安置してあった。私たちは第一に死体の収容してあるテントを覗いてみた。 ああ、その中に、天才低金家の見るも無ごたらしいムがあったのだ。ありし日にはその美しい瞳と、奏でる妙音に、聴衆を恍惚として弱しめた若い彼の魂は、今いずこぞ。うん。じっと死体のありさまを見ていた橋本は、うめくように言った。 赤城は血の毛を失った顔で呆然と突っ立っていた。私たちは負傷者のテントへ向かった。一歩テントの中へ踏み入れると、クレゾールの匂いがプーンと鼻を打って異様なうめき声が耳を打った。苦しそうに身をもだえている人もあった。家族らしい人々が、 心配そうに枕元に詰めているのもあった。その中を純白の服を着けた看護婦が忙しそうにちょこちょこ歩いていた。先生かすれたような声が片隅から飛んだ。それは橋本の部下だった。私たちはすぐ彼の傍らへ行った。彼は 傷の割には元気だった。おおどうだね。ひどい目に遭ったね。橋本は愛ぶするように言った。大したことはありません。先生、しかし私は使命が果たせなかったのが残念です。ちょうど記者が転覆するすぐ前です。乗客が大方寝込んでいるのを見すまして、谷川は 毒をオギノに飲ましたのです。最も初めは毒だということはわかりませんでした。オギノがにっこり笑って飲んだものですから、ただの薬だと思っていたのです。すると、やがてオギノが苦しみ出しました。身をもがいているうちに、どっと血を吐いたのです。それを谷川は解放しようともせず、薄気味の悪い笑みを漏らしながら、 じっと見ているのです。私は思わず、彼めがけて飛びかかろうとしました。その時、偶然たる音響。頭を何かにぶつけたきり、後のことは知りません。先生、荻野は断じて、記者の転覆で死んだのではありませんぞ。彼は、毒殺されたのです。谷川に、毒殺されたのです。 小声ではあったけれども、彼は興奮した様子で、一号一をはっきり言った。橋本は腕をこまねいて黙って聞いているだけで、なぜか彼を静止しようとしなかった。君君赤木はたまりかねて彼を抑えに行った。あれは君、狂言なんだよ橋本さんはもう知っておられるのだ え苦しそうな息をつきながら、不思議そうに負傷者は赤木の顔を見上げた。よし、よくわかった。橋本は、なだめるように彼の忠実な部下に行って赤木の方へ向き直り。君、とにかく谷川さんを探そう。谷川を探すのに、そう骨は折れなかった。 彼はテントの他の一宮に横たわっていた。かなり重症らしく、うんうんうめきながらわずかに息をしていた。谷川さん赤木は彼の耳元で力強く言った。おお、赤木さん。彼は懐かしそうに呟いたが、やがてきっとした青白い顔を 苦しげにあげて。赤木さん、許してください。僕は、僕は君を欺いたのです。僕は君が熱い友情のもとに、僕ら二人を仲直りさすことに骨を折って、その上に狂言まで仕組んで、僕らの人気をあげてくださることに感謝していながら、僕は恐ろしいことを企んだのです。 僕は狂言に飲ますべき嘘の毒を、わざと本当の毒に変えたのです。彼は最後の力を振り絞るように、あえぎあえぎ言うのだった。ええ赤木はびっくりして谷川に詰め寄った。許してください、赤木くん。僕は、僕は白状する。 僕は嫉妬に耐えなかったのだ。長い間嫉妬に耐えなかったのだ。彼の外国にいる間、少し収まっていた嫉妬心は、彼の貴重と彼の名声とともに、以前よりも数倍の強さで、僕の心臓を占領してしまったのだ。君の計画を聞いたときに、 僕はもうちゃんと殺意を抱いていたのだ。許してくれたまえ。四月十八日。彼は四月十八日に死んだのだ。息のだんだん苦しくなってきた谷川は、最後の絶叫とともにがっくりと突っ伏してしまった。赤木は頭を抱えて倒れかかった。 橋本は彼をしっかり押さえた。小木野の死体を見た時には怪しいと思ったよ。こんなことになったのは赤木が変装なんかしてきたのがいけなかったのだけれども。橋本は気境の記者中で私に囁いた。僕が彼の言う者の時間を信用しなかったのも悪かった。 しかし、何を言っても、赤木にしても僕にしても、あの老帝金家の本当の心の中を推察できなかったのが一番悪かったんだよ。